なぜここでお休み中になろうとしているかというと、これからお父ちゃん歌います、歌うチャンネルの時間です。二人だけ新規を取り出しましたが、終わってました。トイレじゃないの、爪とぎだよね。うん、爪とぎ使ってたよ、ね、どうもありがとう。そしてジャン君はトイレ大丈夫かな。うん、そんなに頻繁には行ってないか。あ、普通にちゃんとトイレおしっこ出てる今。そう、結構な、普
太さで出てました。よし。よかった。ジャン君おしっこいっぱい出てよかったね。砂かけて、砂か、す、す、す、砂、砂。ジャン君ポンちゃんの真似しちゃダメだよ。ジャン君、ジャン君、ジャン君出ば。最近二人ともそこさ、服のなんか飛び出てると飛ぶよね。面白いね。ジャン君、砂かけかけしないの？ポンちゃん。ポンちゃんがトイレの砂をかけないからジャン君までかけなくなっちゃったよ。でもこの間ちゃんとねうんちした砂かかってたよ。あれ休憩所にしてる。ちょっとなんかポンちゃんにはいいのかな。いいぐらいの高さなんだね。そうなのね。なんか微妙な高さのところに乗るよね。ポンちゃん。ちょっとだけあの何？上半身がちょっと高いのが好きなんだよね、ポンちゃんね。ポンちゃん。よかったね、ポンちゃん。ちょうどいいのがあったね。ちょっと寒くなるとトイレに行くね。部屋はなるべく温めないと。難しいんだよね。あそこを開けとくと風が通ってさ涼しいんだけど、やっぱりちょっと閉めとこうかな。暑いよね。暑い時と寒い時とあるね。